クリゴリー・ソコリニコフ、クリゴリー・ヤコブレビチ・ソコリニコフは、ソビエト連邦の政治家、外交官、ヨシフ・スターリンによる大粛清の犠牲者の一人。本名は、ギルシュ・ヤンケレビチ・ブリリアント。ウクライナのポルタバ州に、ユダヤ人医師の息子として生まれる。しかし一家はすぐに、モスクワへ移り、ソコリニコフは1905年に、ボルシェビキに入党している。 訂正の弾圧を受けて投獄されたが、出国後はパリ大学に留学して学んだ。ロシア革命後、ボルシェビキが政権を握るとソコリニコフは財務人民委員となり、レーニンが打ち出したネップを補佐する。1929年から1932年からは中英ソ連大使に任じられて外交官に転じ、さらに帰国後には外務人民委員部次官となった。 1935年からは、傾工業人民委員部次官となったが、間もなく、スターリンに警戒され、1936年7月、平行本部陰謀事件を企んだとして逮捕された。第二次モスクワ裁判にかけられたが、銃殺刑を免れ、懲役10年の刑になっている。カール・ラデックと共に、モスクワ裁判において、銃殺刑が下されなかった数少ない被告の一人で、 ある。しかしそこリニコフは服役中の1939年5月に同房者によって殺されている。ありがとうございます。